さて今度は日本の赤石恒成が68キロクラスの5回戦を行います。赤石は先ほど旧ソビエトのファザエフに敗れまして3勝1敗です。相手はトルコのオズバスです。このトルコのオズバス、はい、オズバスに勝てば、3、4位決定戦に残れますね。そうですか、はい、どうにかして赤石としてはこのトルコのオズバスに勝たなければいけません。この赤石は先ほど旧ソビエトのファザエフに敗れていますので、もしこの試合敗れると佐藤と同じように失格ということになりますね。そうです、予選ラウンドは2回敗れると失格です。その辺は非常に厳しいものがありますが、佐藤が構成して攻めています。これは相手が逃げたということでどうでしょうか、ポイントになりますかどうか。そうですね、ポイントですよねこれは。しかしポイントには、あ、ポイントになりましたね、1対0ですね、はい、相手が逃げてはいけません。赤石選手これを慎重に取ってメダル争いに、はい、残ってほしいですね。はい、そうですね、はい、赤石そしてトルコのオズバスともにこれまで3勝1敗です。これが5回戦、現在1ポイント取りました赤石、これ勝って3、4位決定戦に進みたい赤石恒成です。オリンピックは3度目、ロサンゼルスは銀メダル、クラスを上げたソウルオリンピックは4位でした。この大会は1回戦2回戦3回戦と勝って4回戦で強豪8連覇を目指します。旧ソビエトのファザエフに敗れました。しかし3勝1敗です。ここで積極性消極性を取られましたトルコのオズバス。さあここで一つ返して、そうですね、ポイント稼いでいきたいですね、はい、この68キロクラス日本の佐藤満が52キロで敗れています。返しました、チャンスです、ニアボールの体勢です、赤石チャンス、ポイントの上では大きくポイントを取りました。3対0、スリーポイントリード日本の赤石。赤石選手はこのオズバスに過去の対戦で負けていないはずですから。そうですか、はい、これはアンクルホールドにしてさらに得点を追加していきたいところです。赤石が攻めます、ちょっと逃げの体勢です。トルコのオズバス、トルコは4回戦アメリカのタウンセンドに勝っています。従いまして3勝1敗の両者、今ちょっと指を痛めましたね。そうですね、はい、まあ、これ左の親指に包帯をしていますが、これは、確かキューバ戦でしたか、赤石が1回左の親指を痛めていますが、はい、まあ、これもですね、はい、逆の指ですね。そうですね、今度は右の指ですね、まあ、満身創痍といいますか、まあ、こういったレスリングには怪我はつきもの、まあ、平山監督にも赤石の左の親指は大丈夫ですかという話を聞きましたら、もうそんなことは言っていられないと言っていましたが、もうそういうことですね。そうですね、全くその通りです、はい、今、ま、富山コーチがですね、日頃の練習を見てますんで、まあ、親身になって包帯、テープを巻きましたね。そうですね、富山コーチ、富山かつて選手の時代にはロサンゼルスオリンピックで57キロクラスで金メダルを取った選手でした。さて赤石がポイントをリードして積極的に攻めていきます。またバックを取るか、トルコの相手はオズバス。オズバスも必死ですね。そうですね、3、4位決定戦に勝ち進んでほしい赤石です。もうすでに佐藤満が5回戦で失格していますので、残るはこの佐藤、そして日本は原芳彦が残っています。原は74キロクラス2回戦勝って2勝です。相手がタックルに来ました。さあトルコのオズバス、残り時間は2分30秒切っています。3対0、日本がリードしています。富山コーチ、向こう側には伊達コーチがいます。そうですね、富山コーチの学んでです。はい、さて今度は消極性を捉えました赤石が下になります。さあここで絶対やってはダメですね。懸命に逃れます赤石恒成。今年27歳、昨年の世界選手権は8位でした。しかしオリンピックになりますと力を発揮しますこの赤石恒成。
どちらかというとスロースターターだったんですが、今回は1回戦から積極的に攻めました。その積極性が功を奏しています。これまでの佐藤、今日も非常に動きがよく、これまで3ポイントリードを奪っています。さあここでしのぎましたね。そうですね、はい、残り時間は1分30秒切りました。はい、逃げてはいけません。そうですね、下がってはいけません。ここでちょっと血がにじんでいますが、これは指から出た血でしょうか、それともどっかまぶたを切りましたか。まぶた切った、切りましたね。切りましたね、はい。まあ、親指、左、そして右の指、さらにはまた目を切るという、そういったアクシデントに見舞われていますが、しかしもう怪我のことは言っていられません。とにかく気力でもって相手を破らなければならないこのレスリング競技、まあ、あまりその怪我がひどければ危険ということになりますが、まあ、その程度ではありませんね、はい、大丈夫です。試合続行です。これはもう思い切って、もう怪我だと言ってられませんからね、はい、思い切ってここで勝負して、もうメダル争いに残ってほしいですね。とにかくリードしてますからね、はい、現在のところ3対0、3ポイントリードしている日本の赤石、この5回戦に勝てば3、4位決定戦、非常にメダルに近づくことになります。ガブリの体勢。さあここで相手を落としてもう1本取るということでいかないとダメですね、はい、そうですね、とにかくもう積極的に攻めなければなりません、はい、この68キロクラスはこれまで銀メダルはありますが金メダルはありません。かつてメルボルンで笠原が、そしてミュンヘンで和田が銀メダルに輝いています。ここで消極性を取られましたトルコのオズバスです。日本の赤石が消極性取られましたか。そうですね、はい、はい。しかし得点は3対0、依然として日本がリード。ここはしのがなければなりません。ここでがっちりしのがなきゃダメですね、はい、もうやってはいけません。トルコはアンクルフォールドから攻めようとしています。足を交差させて、これはいけませんね。これやってはダメですよ。これを取られてはいけません、はい、苦しくなりました赤石。どうにか逃れてほしいところですが、残り時間はまもなく30秒切ります。もう30秒ありませんからね、はい、現在3対0と赤石がリードしています。ここで別れです。もうあと時間ありませんからね。さて残り時間26秒、しかし積極的に攻めて、また消極ポイントを取られてはいけません。逃げてはダメです、はい、逃げるという気持ちになった時に隙ができます、はい、最後まで積極的に攻めてほしい赤石。タックルに行きましたトルコのオズバス。残り時間が10秒切ります。3対0とリードしている日本の赤石、残り時間なくなりました。日本の大きな声援が今もうここで手を挙げて相手の動きを牽制しました。あ、よくやりました。そうですね、はい、赤石よく勝ちました。これで6回戦進出、